NHK の委託業者による営業の訪問員が時に強引、時に暴力的な方法で契約や受信料を迫っていたと。 NHK は単身世帯の方がお亡くなりになった後もその方の銀行口座から受信料を引き落とし続け、ご遺族の方々が気づいて解約手続きをする場合にもその解約に NHK が及び腰と言わせたの。我々に引き続き NHK 受信料に関する話です。